特典おまけ映像。皆さんこんにちは、望月優太です。会場予約の方だけの特典おまけ映像、早速ゴールデンウィークのパン感謝イベントからご覧ください。全部で20曲、続けていってみよう。慈しみはやがて自分に跳ね返る。最後のタリスマン探す我らの使命。僕はこの時にはゲスト出演だったのですが、いやすごいですね、こんなに歌ってたんですか。さて続いてはサマースペシャルミュージカル東京公演千秋楽の模様をたっぷりとご覧いただきましょう。題して笑いと涙の千秋楽スペシャル。この人もいろんな格好していろんなことやりましたけど、最後こうなりました。今回はこの人大暴れでした。そうですか、行こう。走り方が微妙ですね。海に帰るだけだ。お前たちのアドリブは全てコアトルから見させていただいたぞ。このダークプラズマン様がコアトルに代わってお仕置きだ。お前は確か、そうだ、私にはこれは分かりませんです。ルフメロ、誰が何と言おうと夏休み国語キャスト。それではメロ先生の最後の授業となりました。質問に答えてくださいね。はい、乖離とは何でしょう。乖離とは何でしょうというのは国語の問題でしょうか。これも僕には分かりませんでした。A が2人に C が1人。おめでとう C! どうだから、おめでとう C! はいはいはい、左の人辛そうな顔してますね。誰が金銭賞を持ってるのか。いい感じ。そのために金銭賞を出さざるを得ない状況を作る。前に進んでるぞ。でもあんなの横に進んでるぞ。あなたと共に過ごせたケルンは
幸せ者です。どうかお慕いしております。私が失敗するのを見て遺伝子ねとか去っていく。私が思うにスモールレディの遺伝子の 95% は君にあると。私の遺伝子が強ければスモールタキシード仮面が生まれてくるはず。君にもやってもらおうじゃないか、カエルピョコピョコ。さあどうぞ。なるべく早くね、すごく早くね。やっぱり二人の子ね。もう待ちなさい。平和な30世紀です。よかった。まあ今更でもあるか、最後にやっておくか。せーの、親バカガメの子供は小バカガメ、小バカガメの子供は孫バカガメ、孫バカガメでひまごバカガメ。なんとなく言えちゃって困っちゃいました。本当は言えるんだよ。いよいよグランドフィナーレ、選手一同感極まってますね。本当キャストスタッフ頑張りました。改めてお疲れ様でした。そして何よりも公演を見に来てくれたみんな、ビデオを見てくれてるみんな、どうもありがとう。セーラームーンのミュージカルがこれだけ愛されていることは僕たち出演者も嬉しい限りです。ではじっくりご覧ください。ここで
それではかぐや姉妹伝説最後のカーテンコール、私望月豊がキャストをご紹介いたします。まずはレアルビー山本かな子ちゃん、そしてイルハエメラルド宮沢明子ちゃん、そしてジルパサワイヤの川崎美希ちゃんです。はい、クックミックフック美穂ちゃんにリカちゃんにナナミちゃんです。彗星の親子たち、そしてダークメノラは遠藤アドちゃんです。はい、この棒さばきはアクション指導しておりません、彼女の特技です。そして素晴らしい歌声を聞かせてくれたダークプラズマンの柏村敦さんです。講師ともにお世話になりました。はい、裏返ってます、締め合って隠して中、そして海賊3人組、ケルン・サーペン・クラーケン、神崎純ちゃん、富田正則ちゃん、富樫誠ちゃんです。そしてルーフメロ、小野のひーちゃんです。かっこいいですね。そして特別ゲスト、火を吹くドラゴンちゃん、セーラ戦士ウラノスとネプチューンは直に優香です。聖子と魔王のフルートサターン、ジュピタービーナスはエミ&ナオ、マーキュリーマーズ、キサノにヘリでした。チビムーン、アヤノとキングユータです。そしてタキシード仮面、天野博成くんです。そして主役のセーラームーン、原文奈ちゃん、お疲れ様でした。